はいどうも、坂島です。かつて大谷翔平、藤浪晋太郎と並び高校ビッグスリーと呼ばれた浜田達郎選手。今回はそんな浜田選手のこれまでについて紹介していきます。浜田選手は愛知県名古屋市中川区出身で、高校は地元愛知の強豪校愛工大名電へ進学しました。下級生から注目されていた浜田選手は1年春からベンチ入りすると、秋からは1年生ながらチームのエースとなりました。2年秋には県大会、東海大会で優勝すると、神宮大会でも1人で投げ抜き決勝まで勝ち進みました。決勝では田村選手、北条選手率いる厚生学院との熱戦の末敗れてしまったものの、世代ナンバーワン左腕と言われるほどにまで実力をつけました。スリークォーター気味のフォームから放たれるストレートの最速はこの時点ですでに147キロにまで達していました。3年春の選抜ではストレートの球速は130キロ中盤ほどでしたが、初戦の宮崎西戦で14三振を奪うなど活躍。準々決勝で再び厚生学院に敗れてしまいましたが、チームをベスト8まで導く好投で再びプロの評価を上げ、ドラフト1位指名は確実とまで言われるようになりました。しかしそれ以降調子を崩し始め、3年夏に甲子園出場を果たすものの、初戦の浦添商業戦で6失点完投負けを喫してしまいました。選抜で球速が出なかったことでフォーム改造をしたのが裏目に出てしまい、試行錯誤している状態のまま夏の大会に突入。さらに故障の影響もあり、本来の姿を出せずに終わってしまいました。最後の夏で評価を下げてしまった浜田選手でしたが、それでも中日は浜田選手のコントロール、変化球のキレなどを評価し、2012年ドラフト2位で指名しました。高卒でプロ入りした浜田選手、プロ1年目の2013年は2軍戦で20試合に登板しました。しかし高校時代から不安を抱えていた左肩の故障や、ストレートの球威を上げるために行ったオーバースローへのフォーム改造がうまくいかず、持ち味であったコントロールを乱し、連続四死球で失点することが多くありました。87回と3分の1を投げ、防御率 6.39、 与えたフォアボールの数は62、デッドボールは11、共にチーム内で最も多い数となってしまいました。しかしシーズン終了後、フォームを高校時代の3クォーターに戻すと、コントロールが安定し調子を上げていきました。プロ2年目の2014年は開幕から2軍で結果を残しました。すると4月後半に初の1軍昇格を果たしました。そして4月29日の DeNA 戦でプロ初登板を果たすと、衝撃だったのがプロ3試合目の登板となった5月7日の阪神戦でした。この日は先発予定だった川上憲伸投手が試合前練習中に腰の違和感を訴えて急遽登板を回避。代役として急遽先発したのが浜田選手でした。そして浜田選手はプロ初先発にもかかわらず、9回133球無失点11奪三振の好投で、初完封初勝利を記録しました。先に一軍デビューを果たしていたかつてのビッグスリー、大谷選手、藤浪選手よりも先にプロ初完封を達成しました。さらに浜田選手はそれ以降も好投を続けると、プロ初先発から4連勝を記録するなど、シーズンで5勝を挙げました。高卒2年目で好投を続ける浜田選手に、ファンからの期待は日に日に高まっていきましたが、8月に左肘靭帯の損傷が発覚し、長期離脱となってしまいました。それ以降、浜田選手は度重なる故障に悩まされることになりました。2015年シーズンの8月に靭帯損傷からの復帰を果たすものの、防御率 7.47 と思うような成績は残せませんでした。シーズン後のドミニカウィンターリーグでも3試合に登板するものの、3分の2回しか投げられず、防御率は 40.50 と絶不調でした。4年目となった2016年は3月に1軍で登板するも、4回7失点と試合を作れず、それ以降は1軍で登板することはできませんでした。2軍では10試合に登板したものの、9月に左腕のしびれを訴えると、10月には左肘尺骨神経剥離術を受けました。そしてシーズンオフには一度自由契約となり、育成選手として再契約をしました。2017年シーズンに入ってからも、左肘の状態は上がらず、4月には再び左肘尺骨神経剥離術を受けると、プロ入り後、初めて2軍でも登板することなくシーズンを終えました。プロ6年目の2018年6月、2軍戦で約2年ぶりとなる登板を果たすものの、2試合の登板にとどまると、9月には左腕の血行障害が発覚し、またも手術を受けることとなりました。その後はリハビリを続け、2019年シーズン途中には復帰を果たし、2軍で15試合に登板するも、防御率は 8.77 という結果に終わりました。そしてプロ7年目のシーズンを終えたオフ、育成になってから3年が経った浜田選手は首を覚悟していたといいますが、球団は首どころか浜田選手と支配下契約を結ぶことを発表しました。4年ぶりの支配下を引き寄せたきっかけは、2019年秋のフェニックスリーグでの浜田選手の好投でしょう。チームメイトの野手たちに意見を聞きながら投球フォームを模索、セットの位置やリリースポイントなどを試行錯誤した結果、
9試合で10回3分の1をわずか1失点に抑える好投を見せました。そして支配下選手として迎えた2020年シーズン8月4日の DeNA 戦でついに2016年3月30日以来約4年ぶりとなる1軍復帰を果たしました。フォームは日本ハムの宮西選手のようなサイドスローに、風貌は元阪神の下柳選手のようにヒゲを蓄えた姿で登場すると、1イニングを見事無失点に抑えました。その後も合計7試合に登板し、防御率は 6.75 という成績でしたが、複数の手術を乗り越えて1軍復帰を果たした浜田選手にファンは歓喜しました。2021年シーズンは春季キャンプから1軍に帯同。しかし、ブルペン投球の際に右足をひねったようにして転倒。精密検査の結果、右足関節の靭帯縫合適合手術が必要と診断されました。左肘の状態も良くなりつつあり、完全復活を目指して臨んだ9年目のシーズンで、浜田選手は再び故障に悩まされることになりました。そして2021年はリハビリのため、1軍どころか2軍でも一度も登板することはありませんでした。オフにはコンディショニング不良のため、球団から戦力外通告を受けると再び育成選手となりました。また11月には、プロ9年間で通算6度目となる手術を右足に受けていたことも明かしました。春のキャンプから全開でスタートダッシュを切りたいと背水の覚悟で挑んだ今シーズン、4月9日に行われたソフトバンク3軍とのファーム練習試合にて、2020年11月のフェニックスリーグ以来1年5ヶ月ぶりに復帰登板を果たしました。先頭打者にこそホームランを打たれてしまいましたが、それ以降は三者凡退に抑え2三振を奪いました。球威あるまっすぐと再びスリークォーター気味に戻した躍動感あるフォームを披露し、すぐに2軍公式戦でも登板するかと思われていましたが、それ以降は登板なし。投球自体は悪くなかったように見えることから、再び故障をしてしまったのではないかと言われていますが、球団から情報は発表されておらず、現時点での詳細は不明です。今年プロ9年目を迎え、8月には28歳になった浜田選手。プロ野球選手としては決して若くないことから、1軍でも2軍でも公式戦登板なしでシーズンを終えるとなると非常に厳しいでしょう。それでもかつて高卒2年目ながらプロの選手たちを圧倒した投球や、複数の手術を乗り越え不死鳥のように復活してきた浜田選手が、このままプロ野球選手として終わってしまうのは非常に寂しく思います。最後にもう一花咲かせてくれることを中日ファンとして心から祈っています。本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後もこういった動画を上げていきますので、よろしければまた見に来てください。それではまた。